皆さん見てください、このだらしない姿、気持ちよさそうに寝てますけど。お腹出して、あ、ちょっとうるさいかな。見てください、このラーメン食べた後、ちょ、ニンニクなんてチューブ空いてるし。アロハルハ、これなんで。作業着脱ぎっぱなし、ノリがかわいそう、悲しい顔してるよ。パンツの上に乗ったお腹、あれ自粛前はここまで膨らんでなかった。とりあえずもう起こして、実際に体重測ってもらいましょうか。嘘しか言わんからね。おい芝、おい芝、仕事遅刻すんで。お前何時だと思ってるの、仕事。え、待てん、寝とった。めっちゃ寝とった。ということで、え、なんなん、体重測ってもらいましょう。めっちゃしんどい、すっごいお腹出とったよ。うん、ちょっとドリーがめちゃくちゃ悲しい顔してるって。やめて、匂いつくし。オラ入った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 、それはほんまに入った。臭いよっていう顔してて、それなんなん。なんでカメラある。なんだ、なんでこんな時間起きてる。まずいや、こんな時間まで飲んで食べて、しかも見てこれ、食べたまんま、これ片付けずに。いつも片付けてんで。言う、言うわ。このまんま仕事行ってるやろ。朝起きたらこれあんねん、私。体重測りましょうか、とりあえず。体重か。いつも嘘ばっか言うてるやろ。言うてないよ。ライブで嘘ばっか言うてるの知ってんじゃん、私。嘘ちゃうで、ほんまに。はい、乗って。ちょ、なんか聞きよ。ちょっと。わからんわ。はい、行きます。89.4。89.4? 私なんぼって言っとった。82。やばいな、ほんまにお腹。やばいって思っとったよ、これ。最近さ、運転するやん。こうやってるやん。うん、な、ほんで、こうやるやん。うん、ここがさ、ここにつくんよ。わかる、この落ち。タレバナみたいなね。そう、はい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 、これが気持ち悪くてさ。ほら、見て。ん？体がすごい衰えてきた。え？腕とか。モコモコってなっとったやん。もうええってそういうの。厳しいな。ちょ、もう飲みなよ。だからそんな体なんだよ。いやいや、最近ジムも行けてないしさ。そしてここのお腹のだんだんモコモコができてる。何のとこかな、これ。食いしぼが嘘をついてる説。嘘はついてない。体重あれやったやん。いや、おかしいな、そういう体重計壊れてんで、たぶん。なんで体重計のせいですね。マジ。やっぱり皆さんね、うん、自粛生活で、うん、ジムも空いてないですし、うん、運動不足になってるのではないかということで、うん、体を張って証明していただきました、うん、それ悪い方やん。それ悪い方やん。皆様の代表です。完全に悪い方やん。こんなことじゃなかったけど、昔はもうちょっといい体しとったけどな。しとった。鍛え直そうか。鍛え直して、今もたまに筋トレしてるけど、時間がなさすぎてさ。頑張るわ皆さん。取った方々、今から夏に向けていい体持っていきましょう。今何月？ 5 月やろ。無理や、間に合わんぞ。6月7月、2ヶ月は無理や。無理。僕こう見えてもダイエット得意なんですよ。でしたらいけますよね。無理。てか痩せる気ないやろ。あるよ。最近あんまり油もん取らんようにしてる。え？マジ？いや、油そんなないやん、これ。醤油ラーメンだから。豚骨ラーメンじゃないの。マジよ。マジよ、もう。醤油だ、醤油だけど。そしてこのアロアルファは。これ何なんですか。これ隠し味。違う、これはね、最近カメラのレンズフードが割れて、
ょっとくっつけよう思って今日買ってきた、はい、でそのまま寝ちゃった。いやいや買ってきてこう説明読んどって、はい、うん、結局これ僕のくっつけたいところには不一致やなっていうふうに思いましてやめてやこういう動画何の動画な。そういうリクエストをいただいたんで私。何塩さん体大丈夫ですか、自粛太りしてませんかって、うん、すごい食べてますよねって皆さんご心配いただいた。食べてないよそんなに、ね、そうか、こんなこと真似されるようになってしまってんな、うん、ガッツリ寝てもおられへんなそうだねそうだね皆さんこうやってねさらされるんでね気をつけましょう。普段はねズボン履いてるんですけど今日はね履いてなかったそんなあずないそんなあずないやろこれどうやって締めればいいん僕は。でもこれは何の企画でどう締めればいいの皆様大変申し訳ございませんでした、これからはですねとりあえず10キロ痩せます。いやそれは無理やわ今いや無理やとりあえずちょっとだけちょこっとダブダイエット。これ潜在バレるな。ということで本日もありがとうございました。びっくりするわこれなんなんこれ。ちょとりあえず片付けてこれ。分かってるよ。やるか。ああああ。ラーメンうまいよな。